こんにちは。今日は祖の欲と王の欲について記事を読んでいきます。前回欲についてさらっと語りすぎたので、今回はゆっくりお話します。まず漢字で欲と欲という違いを挙げました。この下に心のついた方が祖の時代の欲で、満たされることのない欲です。例えば、愛情であれば高額なプレゼントをもらわないと愛を感じることができないとか、恋人はいつも自分を見て愛してくれないと愛を感じないとか、上司と部下はお酒の席で本音を語ると言って夜遅くまで拘束する人間関係とか、お金はどんなにあっても使い果たしてしまうとか、美容・化粧品に高額な代金を費やすとか、過去に思い当たる節はありませんか？これらの欲は、皿（ペイ）に傷がつくことで、入れてもどんどん出てしまうために本人の体を満たすことがなかったという表現で説明を受けました。体を覆うオーラのようなものをペイと言い、このペイが傷ついてお金が出てしまったり、愛を欲してしまったり、欲に溺れるというものでした。物欲が強く、行為では愛も感謝も伝わらない時代です。この感覚が残っている人は要注意です。物欲は減っているけれど、人の興味関心を引きたい欲は残っている人も多いのでは？これに対し、王の欲は満たされる心。心を満たすものへの追求が起こります。これは、ものへの執着はなく、行為の結果として現れることが多いです。例えば、春菜であれば、YouTube の登録者が470円を超えたと驚く今日この頃、私の配信を聞いてくださる方への感謝と、満たされた思いをまた還元したいという循環として現れます。まず、自分の中に物欲が残っていないか、を先に考えてください。家の中のものが捨てられないのも物欲です。使わないのに捨てられないというのも入ります。次に、自分が満たされるものはどんな時か、何をした時かを考えてください。欲はとても大切です。飽くなき挑戦する心でもあるので、欲は大切にしてほしいですから、あくまで過去の囲い込むような欲ではないという意味です。まとめ、欲は苦しみを引き寄せ、あなたを永遠に満足させることはない。欲は心を満たし、あなたの周りの人たちにも還元する。はい、こちら今日お話ししていきます。まあ、今の説明で大体ニュアンスは伝わると思うんですが、祖の時代と王の時代、それぞれ2500年ずつあります。2500年間の祖の時代が2013年ですかね、で終わりました。今から10年前、ここから2014年から王の時代始まっています。で、この王の時代が始まった時から欲というものが変わっています。舌に心のついていない欲、欲する方ですね。これは満たされるという意味で、まあ、満足するという意味は違うとセミナーでは話していたんですが、現段階では満足という言葉でもいいと思います。ペイという体を覆うもの、ここに傷がついていると、物やことが入ってでもどん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 亀裂から出ていって、入ったという満足感を得られないんですね。これがその欲の正体。社会的貧乏症とか、なんか
病名ついてましたね。貧乏、お金がどんどん出ていくのは社会的貧乏症だったかな。愛情がどんどん出ていくのもなんか名前ついていましたね。ただまあどちらにしてもどんなに相手が手をかけてもお金をかけても物をかけても物をねあげても満足しないという人はペイに傷がついた病気です。本来一言で満たされるものなんですね。だけどあれもこれも欲しい、これじゃ足りない、あれじゃ足りないというね欲がもしあるとしたら、ちょっと自分の今を見直してください。でこれ気づけば、あ、自分はここがね傷ついててもっともっと欲しいんだなということに気づけば治るのかというと、まだ立証段階なのではっきりしたことは言えません。ただ多分欲する相手から何度も何度も傷つけられて、傷つけられることによって傷が埋まっていくというか傷が修復されるような気がします。ある時何かで突然修復されるというものではなく、関わりの中で修復されていくと見ています。でこれが傷つけられてなぜ修復するのかっていうのは、いかんせん傷自体がその時代のものなので、その方法でしか修復されないのかなと思うんですね。どんなに優しくされても愛が足りないという、まあ、メンヘラの人ってよく言いますよね。相手を疑い、相手がどんなに自分に心を向けてくれても満足できないっていう種族の人いますよね。まあ一種の病気です。まあ、この人たちは傷ついて傷ついて傷つく中で悟っていく。気づいていくことで傷が修復されていくと思います。だから傷つけてくださいということではないですよ。自分が相手を傷つけようと思わなくても、相手自身の望みが得られないので傷つくわけですね。これはお金も一緒です。お金が欲しい、お金が欲しいと思ってもお金は入ってきません。あなたに能力がないのではなく、あなた自身が使う予定がないお金だと入ってきづらいんですね。で、この使う予定がないお金っていうのはなかなか集めることができなくて、しかしお金が欲しい欲しい、もっと欲しいと思う人はお金がないということに傷つくんですよ。自分はお金の稼ぎが少ないと言って傷つくわけですね。でこれ傷ついて傷ついていく中でやはり気がついていくということが起きてこないと修復されていかれないように思います。今回は欲についてお話ししています。今までのがその欲、どうやって修復するのかということも含めてお話ししました。傷つくと辛いですよね。この辛さというのがその学びなんです。次に王の学び、王の欲は欲しくて欲しくて欲しいものが手に入った満足感ですね。例えば A というものが欲しいなと思った時、高くて買えないという事実があったとします。しかし毎月5000円ずつ貯めて何ヶ月かしたらやっと手に入りました。手に入ったものがそばにあることでとても嬉しい。見るたんびに満足する、使うたんびに満足する、こういうものが王の欲です。自分にとって必要なものを望むということですよね。でパートナーに対してもどんどん愛を求める、ものを求めるのではなく、相手から学べることへの感謝、喜びというのが愛に変わってきます。だから
あなた自身が本当にこれは欲しいのか、本当にこれは必要なのかというのを突き詰めて考えて、必要だと思ったらぜひ望んでください。正しい欲、正しい欲、まあ、善なる、善なる欲、悪なる欲っていうね、表現してしまうと、悪なる欲が悪まで悪を使いますがすいません、冗談言ってるわけじゃないんですが、自分の必要以上を望む、どんなに入ってもどん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 器から壊れているので、ペイが割れているので出てってしまう。これに対して善なる欲は、一つ手に入ることで満たされ学んでいくという欲ですね。ぜひとも自分の欲を見直してみてください。今日はここまで。またねー。